さん危険なサイトには気をつけてください。こういうサイトをアクセスしたらちょっとね、やばいんじゃないかな。インストールアドブロック APK.APK を保存しますかって Chrome でこういうのが出ますね。はい、 Chrome は優しいのでいきなりこういうふうにダウンロードさせてくれません。で、ね、Chrome はこういうセキュリティに厳しいのでこういう APK とかそういうインストーラーの場合は、ダウンロード始まってしまいそうな時は OK かキャンセルっていうのは出てきます。で、こういうのは危ないのでこういう変なサイトで、ダウンロードいきなりダウンロードの画面を出すのは危ないやつしかいないのでこういう時はキャンセルをしてください。はい、強制的にアプリをインストールさせて、下手したら人の情報を奪おうとするっていうものが出てきます。はい、こういうねマルウェア的なものを配布するサイトもいますので皆さん気をつけてください。